予防接種、予防接種、予防接種とは病気に対する免疫をつけるために抗原物質、ワクチンを投与、接種すること。接種により、原体の感染による発病、障害、死亡を防いだり和らげたりすることができる。さらに伝染病の抑止に最も勘弁かつ効果的で、コストパフォーマンスの高い予防医学である。日本における予防接種法では、 疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを人体に注射し、または摂取することと定義されている予防接種法2条1項。摂取で投与される物質は、生きているが毒性を弱めた状態の病原体の場合もあれば、死んだり、不活性化された状態の病原体の場合も、 タンパク質などの生成物質の場合もある。風によれば、現在の世界では、予防接種により200から300万人の死を回避しているとしているという。しかしさらに接種率が向上すれば、加えて150万人の死を回避できるという。人間が故意に別種の感染を受けることで病気を軽減しようとした最初の例は天然痘である。紀元前年頃には、 インドで人頭法が実践され、天然痘患者の脳を健康人に摂取し、軽度の発症を起こさせて、免疫を得る方法が行われていた。この人頭法は18世紀前半にイギリス、ついでアメリカにももたらされた。1718年、メアリー・ワートリー・モンターギュは、症状の軽い天然痘から採取した液体を摂取させるトルコ人の習慣について書き、 また自らの子供に同様の接種を施している。イギリスの医師エドワード・ジェンナーは、牛頭ワクチンを人間の天然痘に対する免疫生成に利用できるかに関して、1796年までの数年間に少なくとも6人に試験を行っている。この6人は、身元不明のイングランド人、ミセス・ゼベル、ミスター・ジェンセン、ベンジャミン・ジェスティ、ミセス・デンダール、 ピーター・プレットである。予防接種の語が最初に使われたのは1796年、エドワード・ジェンナーによってである。この後、ルイパスツールが微生物学の先進的研究によって予防接種の概念をさらに進歩させ。予防接種の命名の由来は、最初のワクチンが牛に感染する牛糖ウイルスで天然糖よりも症状が軽く、 治りにくく知性の天然痘に対してある程度の免疫をつけるものであったからだ。首都の試みに対しては、倫理、政治、安全性、宗教などをめぐっての論争はその初期からあった。初期の成功と義務化によって予防接種は広範囲にわたって受け入れられ、また大規模な予防接種キャンペーンが実施されたことで、多くの地域にわたって多数の病気の発病が激減したと、 評価されている日本では1948年の予防接種法以降、強制接種や集団接種が拡大していったが、安全な方法で行われていなかった。一例を挙げれば1964年に茨城県で行われた集団接種では、不十分な問診、複数の人に対して針を変えずに接種、マスクをせずに接種、不正確な量の注入、 などのやり方が行われていたらしい。複数の人に対して針を変えずに摂取をする行為が蔓延していたことが日本で B 型、C 型肝炎が多発した原因であると考えられている遺伝病も参照。毒性を十分に弱めた生きたウイルスを摂取する。ウイルスは繁殖するがその速度は遅い。摂取後も繁殖し抗原として存在し続けるため、 追加免疫はあまり必要ない。このワクチンは、組織培養によって、毒性の少ない種類のウイルスを残したり、遺伝子の突然変異を誘発したり、毒性を発揮する特定遺伝子を除去することで、作られる。この種のワクチンには、毒性が再発するリスクがあるが、特定遺伝子の除去は、比較的このリスクが少ない。免疫系に示す抗原として、ウイルス性物質を摂取しない。 ウイルス中の特定のタンパク質を分離して摂取するなどの方法がある。この方式の弱点は分離したタンパク質が変質する可能性があり、その場合ウイルスに対応するものとは別の抗体が作られてしまうということである。他のサブユニットワクチンには組み替え型ワクチンがある。これは対象となるウイルスのタンパク質遺伝子を別のウイルスに注入する方法である。 この第二のウイルスは、タンパク質情報を発現するが、病気のリスクはない。この種のワクチンは現在ウイルス性肝炎に用いられており、エボラウイルスや HIV など、予防接種が難しいウイルスに対するワクチンを作るため、盛んに研究されている。世界における、接種状況は、以下の通り、予防接種の習慣は、紀元前千年頃の古代インドに起源を持つと、 考えられている。アーユルベーダの教本、策定やグランサムに予防接種についての記述があったことが、フランスの学者アンリ・マディユッソンによって、リクシャネア・デス・サイオン・セス・ミー・ダイ・カルズ市中に報告されている。紀元前200年頃には、古代中国でも予防接種が行われていた。学者のオーレンはこう記している。文書上の予防接種の例で最も古いものは17世紀のインド及び、 中国のもので天然痘に感染した人のかさぶたを粉末状にしたものを病気の予防に使用したという例である。昔天然痘は世界共通の病気で感染した人の20%から30%は死亡していた。天然痘は18世紀ヨーロッパの数カ国において死因の8%から20%を占めていたネトリーの病理学教授アルムロスライト ネトリー病院のプロフェッショナルを率いて実験を行い、後生の予防接種の形態を形作った。彼の実験結果はヨーロッパでのさらなる予防接種の発展につながった。病気が蔓延する危険を避けるため、様々な時代ごとに国や機関それぞれがすべての人々に予防接種を義務化する法律を作ってきた。例えば、1853年の法律では、 イングランド・ウェールズ全国での天然痘予防接種を義務化し、これに従わなかった者からは罰金を徴収した。現在、アメリカの宗教通の予防接種法では、就学前に公的予防接種を受けることを義務付けている。他にもほとんどの国で同様の強制的な予防接種を行っている。19世紀に始まる初期の予防接種以来、予防接種の法律化は、 様々な団体からの反発を引き起こした。こういった団体は、包括的に予防接種反対論者と呼ばれ、倫理的、政治的、衛生的、宗教的、その他の観点から予防接種に反対している。よく見られる意見は、強制的な予防接種が、個人の問題に対する過度の干渉にあたる、推奨されている予防接種安全性が不十分である、といったものである。 現代の予防接種法は、免疫不全の人々やワクチンへのアレルギーを持つ、人々、強固に反対する人への例外措置を設けている。なお、ジョグジャカルタ原則の医学的乱用からの保護についての第18原則においても、HIV 感染症やその他の疾患に関して、非倫理的もしくは医師に反したワクチンや抗菌剤の投与からの保護保障、第18原則、 項目を求めている。予防接種法に基づいて接種される。対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A 類疾病については地方公共団体の多くで無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は予防接種法第11条による救済制度がある。予防接種法に基づいて接種される。 蔓延予防上緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は市町村長に行うよう指示することができる。対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A 類疾病については原則無償とされる。予防接種により健康被害が発生した場合は予防接種法第11条による救済制度がある。予防接種法に定めがなく、 接種者、またはその親権者等の自由意志による接種。接種費用は全額自己負担となる。予防接種により、健康被害が発生した場合は、医薬品副作用被害救済制度が適用される。流行政治家1000円、オタフク風邪、A 型肝炎、成人用肺炎球菌、狂犬病、ワイル病アキアミ等のほか、 定期接種の対象年齢層以外に対する A 類疾病、B 類疾病も任意接種となる。予防接種実施規則によると、明らかな発熱を呈しているもの、重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなもの、当該疾病にかかる予防接種の接種液の成分によるアレルギー、またはアナフィラキシー検査で明らかになっているものは、不適当と判断され接種はできない。 妊娠している者に関しては、急性開白髄炎、マシン及び風疹に関わる予防接種はできないことになっている。また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかなもの、前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた者、または全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を、 定したことがあるもの、過去に、経攣の起用があるもの、過去に、免疫不全の診断がなされているもの、摂取しようとする摂取液の成分に対して、アレルギーをする、恐れのあるもの等は、医師の判断に基づき注意して摂取することが、義務付けられる。予防摂取の副反応による、健康被害は、極めて稀ではあるが、発生が見られる。予防接種と健康被害との因果関係が、 認定された場合、接種にかかる過失の有無にかかわらず、速やかに救済するための制度。なお、任意の予防接種による健康被害は、他の医薬品同様、医薬品副作用被害救済制度が適用される。予防接種法ではなく、独立行政法人医薬品、医療機器総合機構法が根拠となる。予防接種によって、生命、身体に、 重大な損害が与えられた被害者を救済するための法律構成が憲法上問題となっている。17条説、29条3項類推解釈説、29条3項、もちろん解釈説、25条説、13条説等が主張されている。国立感染症研究所、VPD を知って、NPO 法人子どもを守ろうの会。 日本プライマリケア連合学会、公益社団法人日本小児科学会から予防接種スケジュールが発表されている。また、NPO 法人子もを守ろうの会では、iPhone、Android、スマートフォン用の予防接種、スケジュールアプリを無料提供している。2種類以上の予防接種を一度の通院で同時に、同一の接種対象者に対して行う、同時接種は、 かつては良くないものと認識されていて、厚生労働省は2018年現在も医師が特に必要と認めた場合を行うことができることとしているが、2011年日本小児科学会はワクチンの同時接種は日本の子供たちをワクチンで予防できる病気から守るために必要な医療行為であると考える。とする提言を出していて、近年では同時接種を行う医師も増えてきた。 組み合わせや本数に制限はなく、のすべての組み合わせで安全に同時接種ができる。一部の自治体や医師は接種方法の異なる BCG に限って他のワクチンとの同時接種は行わず単独接種で実施している。混合ワクチンは数種類のワクチンが初めから1本の注射液に含まれているものなので抗議の同時接種とも言える。 イタリアでは2017年より、義務教育を受ける前、6歳までにポリを、ジフテリア、破傷風、B 型肝炎、インフルエンザ、B 型髄膜炎、C 型髄膜炎、マシン、風疹、流行性耳家腺炎、百100日咳、水暴走の予防接種が義務付けられることとなった。動物から人に伝染する、動物由来感染症、ズーノーシス。 人獣共通感染症にも含まれるや人から動物に伝染する人獣共通感染症を予防する目的で行う予防接種がある。野生動物の保護や産業に有用な家畜、ペットの伝染病の蔓延を予防するための予防接種もある。農林水産省動物医薬品検査所、動物用医薬品データベースでワクチンを検索すると、 2014年12月時点で201件登録されている。しかし、家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病、伝染病の発生の予防、及び蔓延の防止について定めた法律であり、伝染病が発生した場合、館畜などの屠殺処分や消毒についての規定は、あが予防接種に関する規定はない。都道府県知事は、 家畜伝染病の蔓延を防止するため必要がある。時は、家畜防疫院に農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴または投薬を行わせることができる、家畜伝染病予防法第31条に基づき、都道府県ごとに予防接種等の対応は異なる。一方、狂犬病予防法に規定されているため、犬の所有者は飼い犬に対する、 狂犬病ワクチンの予防注射を毎年1回必ず受けさせなければならない狂犬病予防法第5条。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。